そうしていたものが、ね、僕はもっと。皆様、こんばんは。どこに出てくるか、ですね。三岡さんの射程が今日遊びに来てない。射程じゃ、三岡さんの年上ですもんね。年上ですもんね。いや、みんな年上です。え？みんな年上。あ、本当？うん。え、じゃあ何？私よりも一つ上ってこと？ヘビ年？いや、ヘビじゃなくて。で、一つ上でしょ？あ、だけど学年は一緒って。いやいや、学年じゃなくて、ねえ、39、49、41じゃね。どうでしょうでしょう、うん。年上。あ、だから、二つ年上ですよね。そうそうそう。でしょ？だからお兄さんだから射程って言ったらおかしい。射程ではないけど、まあ。兄弟分みたいな。兄弟分みたいな。でも、お茶部だって一番上のお兄さんですよ。うん。ということで、ですね、私が、直接カナ入力を、侍さんに、侍との、三岡さんにからかわれてたら、いや、結構、カナ使い、カナ入力の人にはまともな人いるぜってことで、フォローのコメントが嬉しかったので、うん、松本さんいい人だなと思って、松本さんが、Facebook に入ってらっしゃるのが分かったんで、夜、こんばんはって言ったら、いやー、こんばんはみたいな感じで、なんか結構、やりとりしてたんですよね。やりとりしてました ね、うん。それで、なんか知らないけど、今日乱入ですよ。虎ならぬには何乱入みたいな感じで。はい、どうぞ。いや、皆さんこんばんは。画像見えます、うん、はい。帽子取りましょうね。そうですね。うん、はい。すいません。ね、今日ちょっと、雨降りだったんで、タオルまでちょっと持ってきたんですけど、一遍ちょっと出直して、それで、また帰ってきたんですけど、うん、だって春町神社に参拝するんですからね、ちゃんと体清めてね、今度ね。よろしくお願いします。っていうか、もう、なんか3時ぐらいに見えるっておっしゃってたけど、ちょうどバタバタしてて、気がついたら4時半だとか、あ、まあ、一応いろいろ予定が変更されたんだなと思ってたんですよ。うん、まあ、はい、うん、変わったですね。いや、でもちゃんとね、すいません、わざわざ来ていただいて。いや、でも、よく考えると、ちょっと行って帰ってくるぐらいやね。CD1 枚で来れますからね。うん、そういう感覚では今日来てみたんですよね。まあ、要するにですね、要はこう、私のここの春間、粕屋町っていうのはちょうどこう、福岡市郊外なんですけど、うん、この福岡から言うと、福岡って全部で言うと、文化圏が4つに分かれると思うんですよ。結局、福岡市とその近郊と、うんうんうん、その、久留米を中心にあちら筑後の方と、それと、その、北九州の工業地帯の方と、うん、それともう一つ、この今、すごく、ホットスポット、今注目されてます。世界遺産とかね、何かとか。うん。夜、ちょっとね、なんて言うんだろう。炭鉱の街ということで、今まではちょっとどちらかというと、あまり福岡の人でも、こう、行ったことがないスポットだったんですよね。それが、なんとか伝右衛門さん。なんだっけ？あ、伊藤伝右衛門さんのお家っていうのがあって、で、そこのね、で、文学的には、ちょっと、なんて言うの、伝右衛門さんがね、ちょっとこう、うん、まあ、寝取られたみたいな感じなんですよね。うん、やっぱりこう持っていかれたみたいな感じ。うん、で、まあ、その伝右衛門の屋敷があったり、今度は、あれでしょ？ほら、なんだっけ？世界遺産。山本作兵衛。作兵衛さん。ね、山本作兵衛さんのね、急遽跡っていうのが、はい、うちの仕事をさせてもらってる地域にちょうどあって、はい、自分の弟の同級生に、お孫さんなんかもいて。ほら、黒ダイヤっていうだからちょっと結構ゴツゴツした洋館とか出してるところはどこですかね？あれは結局高橋でやってたんですけど、うん、まず製造元が、あそこ、飯塚の、ボタン山が一つだけ残ってることがあって。すいません、ほら、例えばね、関西とか関東の人って、うん、福岡とこと、九州の人はみたいな感じで一緒のところにこう言われたりするじゃないですか。た、うん、だ、今度は私たちからしてみれば、うん、もう、筑豊は、なんか一緒のたくりなわけですよ。もう田川も飯塚も一緒みたいな。でも違うでしょ、うん、ちょっと一緒じゃないよってことじゃないですか。いや、だから、はけてですね、あまりあちらに、そちらを出身で、要するにお家がもともと飯塚の方だったとか、ね、そういう方は知ってるんですけど、うん、実際にそこに、こう、根を張って、うん、そこの時点でこう盛り上げろうなんていうこと、方と、実はお目にかかるのは初めてなんですよ。うん、それで、逆に言えば今日は、うん、まあ、いわゆる筑豊の、いわゆる特に、まあ、田川とかを熱く語っていただきたいな、もう貴重な記憶になると思いますので、なんせ、自分よりもうちょっと上手なやつっていうのは、本当はね、多分そういう、活動もかなりこう、熱く思ってらっしゃるんじゃないかなと、Facebook を拝見した限りでは、なんかちょっとそういうのを感じたもんですから。上には上がいる。例えば、名前言っていいもんかどうかわからないですけど、今日誕生日になった人。とかも、こう、熱く考えて。で、コメント出してたでし
あの人なんか暑いんですよ。なるほどね。なので、その、なんていうかな、私ね、その、私とかも自分が生まれ育った博多の街とかがすごく好きだったりするんですよ。でね、自分の、郷里に愛着を持ってる、その、愛着を持ってる人っていうのは、いわゆる根っこを大事にしてる人って結構大事なことだと思ってるんですよね。で、そういう意味で、その、だから地域を盛り上げろと思ってらっしゃる人とかの熱いこう語りとかいうのは、私はグッと来るんですよ、どっちかっていうと。自分の場合っていうのは、やっぱり、じゃあやるぞみたいなところっていうのは、他の若い子に任せる部分っていうのは、やっぱ多分にあるんですけど、思ったことっていうのは確かにあって、で、例えば、先頭を切ってやってる人の用意をすると。割とこう見えても、シャイなんですよ。いや、まあまあ、その、どういう立ち位置かっていうのは、まあ別としてね。私として見れば、その、こう、ネットでこう全国発信してると、まるで、その、福岡の質屋って私言ってるでしょ。だから、福岡の質屋ってことは、福岡のことある程度知っとかないといけないと思って、福岡をこう、再確認というか、ポーンと東京に修行に行かせてもらってからも、逆に言えば、その、なんていうかな、福岡を逆に意識するみたいなね。これ、外国に行くと逆に日本を意識したりするじゃないですか。例えば、ね、そういうことあったりするでしょ。っていうのでね、で、だってほら、あれでしょ、大学、ほら、東京でいらっしゃるでしょ。だから逆に福岡を意識したりとか、なかったでしょ。実際に頼むわ。4年やったけんですね。めっちゃ長いですよ、でも4年ちゃ長いです。あっという間だったですよ。私の同業者の、ちょっといくつか年下に、同じ大学の、後輩になりますけど、がいますよ。誰だ？吉村君って。ああ、まあまあ、同業者だから、あんま知らないでしょ。何人か、ちらっといるみたいですね。ないでしょ。で、ほら、そちらの大学で有名な人、小坂井君ね。小坂井和樹さん。いや。トール君がおるやん。誰トール君。誰と？吉牛の。中村。ああ。吉牛。吉牛のコマーシャル出ないじゃないですか、今。ビーバップハイスクールの彼。ああ、あの人そう？うん、あれよ。うん。で、一個下で、うん、それこそ。生まれ同士は確か一緒なんですけど。そうなんですか。彼なんか出世柱でね。なんか、あれですね、フェイスブックの時のなんか真摯なお顔とだいぶ違いますね。なんか悪そうみたいな。悪いですよ。あれは25枚撮ったやつの。そうですよ。あれ、ちょっと反則でしょ。あれ、なんかめっちゃこう真摯って感じ。ホワイトカラーな人みたいな感じ。いや、でも、やばいですね。やばいよ、あれ。また今月、撮れ直すんですよ、あれを。今度はですね。あれ、めちゃ、あれ、ほんで営業用という人は、もうすごい好感度ナンバーワンみたいな感じですね。いや、みんな言われますよ。イカ様、北京市だって。言われますね。私その通りでしょ。そのまんまでしょ。だから。ここで実物の方が綺麗ですって言わないかって。写真たら、写真たらと。背格好もいいし。てか、お背が高いんですね、意外と。うん？いや、そんな高い方だと思いませんでした。いや、ちゃんと自分、プロフィールに書いてます。ごめんなさい、あまり様子見てない。でも、私これペタだから、これもし私ハイヒールだとこれぐらいになるんですけど。ハイヒール66、7ある？いや、だそれ履いてれば66、7あるなんで、普通ペタンコだと63です。なるほどな。で、同業者、横浜の同業者の先輩、金具の前に行くから、痩せたって言われたんですけど、いや、痩せてないで太ってる。私、ほら、筋肉落ちると、筋肉落ちると痩せ、太るんですかね。太るんですね。筋力は。筋肉重いから、筋肉がなくなると太るんですよね。なくなると、あると体重は増えるんですよ。そうそう。あると増える。で、いや、でもその増え方が筋肉ができて増えたんじゃなくって、なぜね、動画の編集してると、今ユーストリームだからもうほら、垂れ流しでしょ。だからいいんですけど、前はずっと編集してたから、あれ結構時間かかってたんですよ。それで、やったことないし。あ、やってみて、やってみてください。どれだけの労力かがわかりますか？それは、やっぱ、自分よう見せようと思ったら、編集するの。いや、違う。話がね、実名とかが上がってて、これはちょっとアップできんなとかいうのが、カットせないかんとかあるわけですよ。考えたもの言うな。でも、これはちょっとアップするわけいかんなと。特にほら、辛辣な話をしてるときっていうのはやっぱちょっと出せないでしょ。褒めるネタだったらいいけど。とかいうのでこう。なんか今日そんな感じで、出る環境に作ってないからいいんじゃないですか。
いや、だからこんなのはいいんですよ。要するに、もう、要するに真っ向勝負な人が来てくださる分にはね。だけど、その、なんていうかな、内容によっては出せないとかいうのとかを考えないで物言ってた時とかとかを切ったりとかするもんですから、そんなのの作業してたら朝の5時とかになってたんですけどね。今のところはもう、ちょっと、で、これね、10分ちょっと以内じゃないと、せっかくののが YouTube に流れないんで、ちょっと一旦切りますね。一遍切ろう。ちょっと、ちょっと水入り。